リュックサック、リュックサック、背、に追う袋の意は、荷物を入れて担ぐための袋である。登山、軍事などその用途は広く日常生活でもよく、用いられる。他の呼び名として、ノ、は、ー、い、リュック、ザック、バックパック、ナップサック、などがある。ドイツ語本来の発音は、ルックザック、リュック、オランダ語では、リュッフザックで、背中袋の意味である。英語にも、 ラックサック、ルックザックという語があるが、米英語では一般的に通じにくい。米英語のバックパックや日本語の配能はいずれもドイツ語のなぞりである。日本語がルックでなく、リュックであるのは、標準ドイツ語で背中を意味する、ルュッケンルーキンに影響されたものである。ドイツ語がラックサックでないのは、方言、バイエル・ンオーストリア語からの借用であるためである。 日本語で単にザックと呼ぶこともあるが、ドイツ語のザック、サックは単に袋という意味であり、文脈上明らかな場合を除き、リュックサックの意味では使わない。バックパックという訳語は米国で生まれ、1910年代に北米に広がった。それ以前はナップサック、ナップサック、サックパック、サックパックと呼ばれていた。単にパック、パックとも言う。 日本ではナップサックは肩紐が口を絞る兼用になっている小型の袋状のものを言うことが多いが英語ではこのような意味合いはない。また日本語のバックパックはバックパッカーやそれ用の巨大なリュックサックを意味することが多い。布あるいは比較でできた袋を両肩に回した帯によって背中に覆うタイプの袋は 打ち止めた獲物を担いで山野を少量する両人のために最初に考案されたと考えられる。それまでの袋は一方の肩だけにかけるものであったため重量のあるものを運ぶとき方を痛めがちであり、また安定を欠いた。軍隊では兵士は食料衣服等を収めたいくつもの肩掛け袋や水筒を左右向にたすき掛けに追い、さらに銃の追い革と弾薬袋をたすき掛けにしなければ、 ならず、多数の追い川で胸部を締め付けた状態で行軍し、戦っていたカール・テオフィル・ギシャールの重装不評と敵団の功を参照。軍用の配能が実用化されたのは18世紀になってからである。背負って物を運ぶ知恵は日本でも昔からあり、代表的な運搬具は木材と荒縄で作ったショイであった。日本で登山というスポーツが流行し始めた頃、 登山者は風呂敷や肩掛けカバン程度のわずかなにしか背負わず、地元で雇った案内人や妊婦に書一子により背負わせて行動した。ウォルター・ウェストン以前にも外国人登山家は、自国からリュックサックを携え、日本国内の山を歩く際にも使って、周囲の人の目に触れていたはずだが、関心を呼ぶには至らなかった。日本でアルピニストの視点でリュックサックを見て登山用具としての、 実用性を初めて認めたのは、岡野金次郎である。勤務先で、ウォルター・ウェストンの、日本アルプス登山と探検マイナスを見た岡野は、ウェストンを訪ね、ウェストンは岡野を応接間に通し、しばらく山の話に興じた後にピッケル、クライミングロープ、登山靴などの各種の登山用具を見せ、使用法などを説明した。 これらは岡野にとって珍しいものばかりであったが、特に興味を引いたのがリュックサックであり、当時自分たちは肩にかけるカバンを使っていたから、初めて見るリュックサックは便利に思われたという。1898年、明治31年、山崎直方は地理学研究のためにドイツ留学し、ウィーンではアルブレヒトペンクについて氷河について学び、 この間アルプスの氷河を訪問して研究をし、1902年、明治35年の帰国の際には、ピッケル、登山靴などと並びエッグサックも持ち帰り、日本産学会ができると、第1回大会でこれらを展示した。1902年の夏には白馬岳に登山して、氷河の存在を確認。1904年8月には、立山、薬師岳で建国を発見するなどしているが、 この際リュックサックを使ったことは間違いなく日本人として初めてリュックサックを使った人物である可能性がある。この山崎が持ち帰ったリュックサックを見本として石川光春ら3人が複製しこれが日本製リュックサックの最初だと考えれている。スイスグリンデルバルトのバグ職人ヨハネスヒューフ・キスリングは普通に使われていたリュックサックを グリンデルバルトの登山案内人の経験に従って改良し大都市の運動具店で買えるものより格段に堅牢で使い良くなり注文者に好評を得ていた。すなわちこれはキスリング一人の考案ではなくキスリングは単にたまたまグリンデルバルトでリュックサックを作っていた職人の一人であったということで現地にはキスリング型という言葉もない。しかしこのキスリングが作ったリュックサックを マキアリツネや松タ・サブローが日本に持ち帰り、骨の職人でリュックサックも製作していた片桐サダモリに作られたところからたちまち広がり、一時は日本中の登山用リュックサックがいわゆるキスリング型になった。日本では長い間、他の登山用品の故障、レイピッケル、アイゼン、シュラフ、ツェルトなどと同様に、ドイツ語由来のリュックサックやザック、 という呼び名で親しまれたが、1970年代後半から1980年代にかけてアメリカ文化の一つと言えるバックパッキングという行為が日本に紹介されると、同時にバックパックと英語で呼ぶことが徐々に一般化していった。ただし、単に言葉が入れ替わっただけではなく、同時に本に紹介されたバックパックはショイコ型の金属フレームに、 複数の収納スペースを持つナイロン製のパックが装着されたもので、その形状からして斬新だった。内容的にも当時としては最新の材料、ジュラルミンチューブ、密閉型セルのフォームパッドなどを活用した先進的なもので、硬くて重いコットンキャンバス製のキスリングスタイルのリュックサックが一般的だった。当時の日本人と残家を大いに驚かせた。これらはフルフレームパック、 エクスターナルフレームパックとバレるタイプで、昔は、木枠キャンバスで作られていたショイコ型を、当時の最新マテリアルでリメイクしたものと言える。とはいえ、単に素材を新しくしただけではなく、荷物を腰骨で支えるという発想を大きく取り入れており、分厚いパッドをくるんだ大型ヒップベルトや、背中の形に合わせるように曲げたフレームなど、形状的にも様々な工夫が施されていた。 これらのフルフレームパックは主にアメリカ本土に多い平坦なロングドレールを長期間歩くために開発されたものだったため地形の急峻な日本の山岳地での利用には合わないと評されるようになり一時のブームが過ぎ去った後は登山道で見かけることもほとんどなくなった。キスリングに代表される旧式のパックでは荷物は肩ベルトよび袋との摩擦により背中全体で 荷重を担うものである。ウェストベルトの付いているタイプもすでに存在していたが、それらの多くは荷物が揺れるのを防ぐという程度の意味合いしか持たないものだったと考えられる。小型のバックパックについている細いウェストベルトと大型パックについている分厚いパッド入りのヒップベルトでは、その目的が全く違っており、近代フレームパックの出現を機にヒップベルトの重要性が広く認識され、 果汁をいかに腰骨に分散するかということが本気で考えられるようになったと言える。ただしヒップベルトが発明されたのはメンホルノと違って合戦記事では背中との摩擦が十分でなかったことがキーと思われる。大型キスリングザックの使用者も実は腰でかなりの重量を支えており参考の後には腰の後ろに水平にあざができていた。そして フルフレームパックの代わりに登場したのがフレーム構造を外に出さずにパックの中に収めてしまったインターナルフレームパックである。荷重を支えるフレームが外から中に配置替えされたと同時にエクスターナルフレームのパックよりも柔軟性のあるフレーム構造が取り入れられ背負い心地、機動力ともに向上した。例えて言えば トラックタイプの課題型シャシーから乗用車のフロアパネル一体型シャシーへの進化のようなものかもしれない。現在の大型パックのほとんどはこのインターナルフレーム構造であり、今やエクスターナルフレームを持つバックパックは、本家アメリカにおいても数少なく、軍用のモエーで採用されている程度、パウチアタッチメントラダーシステムアメリカ。ジュラルミンや FRP、最近はチタン合金や、 カーボンファイバーなども利用されているで作られた薄手の背面フレームを背面パネルに内蔵したインターナルフレームパックは外見からはフレームを内蔵していることがわからないのでフレームの有効性を意識していない利用者も多いと言われる。また、中小型のバックパックでは荷重がそれほど高くないことを前提にフレームの構造が簡略化されているものも多く 中には軽量化を優先して、シャシーというよりは、支えと呼ぶ方がにつかわしい程度のフレームしかもないものもある。外見からの簡易な判別法としては、ヒップベルトに注目するとわかりやすい。しっかりしたフレームで荷重分散をさせようと意図されたバックパックでは、総じてヒップベルトも大きくて、しっかりしたものが与えられていることが一般的である。もちろん、これらは、 設計思想の違いに基づく結果であって、一概にどちらが良いと言えるものではない。いずれにしろ、インターナルフレームパックの内蔵フレームはあくまでも、荷重を支えるためのものなので、軽い荷物しか入れないパックに、頑丈なフレームを組み込んでも、単に無駄な重量が増すだけである。デイパックのような小型のものでは、フレームを持たず、肩崩れと背中への当たりを緩和するためのホームパッドや、 プラスチック製のプレートを内蔵しているだけという程度が普通であり、製造メーカーによってはフレームを内蔵していない縦長のリュックサックをあえてソフトパックと呼ぶ場合もある。日本における軍隊の排納は明治初年陸軍の創設の時、フランスに習って排納が採用されたことに始まる。可視感以下用と標工用との2種類があり、可視感以下用は構成。 中枠と外皮とからなり、中枠は、日の木材、幅9寸5分、長さ9寸4分、厚さ3寸5分、外皮和牛毛側であった。商工用は、南西、茶褐色もみ皮からなり、幅8寸、長さ9寸3分、厚さ2寸7分であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。